必要なライブラリをインポートしてやって、でメイン関数の中でモーターのモータークラスのインスタンスを使ってセットベロシティを設定すると速度を設定するっていう、そういう感じの見た目では分かりやすいメソッドが付けられまして、今これ X 方向、X は前の方向なんですけど、X、Y、あとは回転の速度を指定してやります。ここでは 0.1 だけのパーセカンドで、まあ、ゆっくりですけど、速度指令をして、で5秒動かして止まるという、そういう単純なデモです。これを、実際にちょっと試してみたいと思います。ちょっとゆっくり動いてるのが分かりづらいんですけども、こちらで再生、テストをランすると、まあ、ちょっとこう回って、5秒してからそこで止まるというような形に、まあ、そのまま思った通り動いていることが分かります。じゃあこのままの流れで、次には、サービスユニットを使うやり方をちょっと